カールスルーエアートメディアセンターメディアキューブとホールエカールスルーエアートメディアセンターはドイツバーデンビュルテンベルク州カールスルーエ市にある公営のメディアアートや現代美術の研究所美術館通常 ZKM という略称で知られる1997年にナチス時代の兵器工場の建物を改修して正式に開館した単なる メディアアートの美術館ではなく、メディアアートに関係する新しい情報技術や理論の研究も行われているのが特徴である。運営費のほとんどが公費で賄われており、文化事業をサポートするドイツの伝統と国際都市化を目指す街の目的が合致しているとされる。近隣のカールスルーエ造形大学は ZKM の存在抜きには語れないほど密接な協力関係にある。 現在、ZKM 内には以下の部署が設けられている。これまで、ZKM に客員芸術家として招かれた芸術家のうち、日本人は藤畑正樹、古川清中村茂伸がいる。また、前述のカール・スルーエ造形大学は、日本の九州大学と学術交流協定を締結している。ありがとうございます。